ちょっと録画するの忘れてたんで、もう一回この辺からちょっと親父ハワイ100景ちょっとね、昼飯とか遅れてて、帰ってきたのがもう10分前だったんで、結構バタバタしてます。今日の1枚でございます。ご覧のようにね、どっかの上から覗いてるっていう、感じが強いんですけども、まあ見えるのはホノルルビューですね。基本的に、今日はちょっとバックグラウンドノイズを上げてもいいのかな。まあこの方がもうちょっとなんつうか、人間っぽいかななんていうふうに思います。まあこういう感じででね、ちょっと左にゆっくり振ってきますと、まあ目の前はこういうふうにゴルフ場で道があって、レジデンスですね。でまあ山の方にパーッと行って、まあご覧のようにね、やっぱり最近天気が悪くて雲がいっぱいあるんですけども、まあこのね、まあちょっと失礼しますから、まあ、もうあの山の方に行ってるという感じで、でまあこの山の上にあるこちらですね、これはまあ皆さんもご存知なタンタラスの丘ってやつですね。ちょっと半分今曇っててあれなんですけども、まあこの辺がタンタラスの丘と呼ばれてるところで、ね、この辺から見たシティビューなんかも、お知らせしましたけども、そのタンタラスの丘をずっと下に行きますと、この辺ですね、この辺が雄波ですね。これ辺がまあバスケットボールコートなの、スタジアムなの、あとキャンパスありまして、UH、まあ、ハワイ唯一というか、まあポリネシアの島の中じゃ唯一の大学ですよね。まあなんかちょっと黙りましたが、そのね、ポリネシアの唯一の大学っていうのも、結構大事なことなのかもしれません。他の島々からも遊びに来てる人も結構います。そういう雄波がありまして、この下は、まあ、カパフルと呼ばれる場所なんでしょうかね。これはカイムキハイスクールと呼ばれる、かなり今日はローカルチックな話題が多いと思うんですけども、カイムキハイスクールと呼ばれてる、学校ですね。んで、その、まあ、カイムクアイスクリームがありまして、で、このど真ん中に走ってるストリート、これデイトストリートって言います。カピオラリとね、カパフルを、挟んでる、まあ、そこそこバスも通りも多いし、まあ、有名な通りですね、ここも。ここにあるのが、まあ、うちなんですけども。見てる人はね、このビューはよく分かる人も中にいると思います。ほんでこの目の前のゴルフ場ですね、アラワイ、ちょっと失礼しました、アラワイゴルフコースっていうのがありまして、このアラワイゴルフコースを越したこのアラワイキャニオンの向こう側、それがまあ、皆さん買って知ってるワイキキですね。ワイキキのビューが、まあ、ハイライズのビューディング、まあ、ちょっと逆光気味なんですけどね、こういうふうに、まあ、アラモアナの方まで並んでいると。まあ、昔このビューをいた時にお伝えしたんですけども、フォーグラウンドが公園でね、バックグラウンドにこうやってスカイスクレーパーって呼ばれる、高層ビルが立ち並んでる、こういうルックっていうのはね、それこそニューヨークによくあったような感じのルックなんですね。ちょっと待ってください、喉が渇いたんで ちょっとここ場所が場所なんで物は持ってこられるんですけども。すいません、ちょっと喉が渇いたんで飲んでしまいました。
というようなところです。デイトストリートが見え、アラワエゴルフコースが見え、その向こう側にワイキキが見えると、ね、でまあ、 ゴルフコース結構近いんで、まあ、ここ、まあ、もう行っちゃうと自分家から撮ってるんですけどね、毎日朝こうやってスパーンとかパコーンとかっていうゴルフの結構音がしてて、それこそこのプレーしてる人たちとかもね、外で拾えちゃうぐらいな、近さあるんですけども、まあなんか素人の人ってパッと入んないんですよね。OK っていうのは今まで自分プロの撮影した時に聞いたことなくて、こうやって入んなくても OK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  ってなんか済ませちゃうところがあるっていうのが面白いかななんて思って。でこのゴルフコース、そこそこ有名なゴルフコースで、人がいっぱいいるとか、なんかギネスブックにも載るみたいなようなゴルフコースなんですよね。まあでもやる人は分かると思うんですけども、果てしなくフラットなんで、要するに起伏っていうものが全くないようなゴルフコースなんで、まあ練習用なんでしょうかね。まあ自分はあんまりゴルフはやんないんで分かんないんですけども、まあ練習用なのかななんていう気もしないこともないです。まあそうこう言ってるうちにね、そこそこ時間は一回来たんであれなんですけども、今日の一枚絵、犬の声も聞こえる、なかなかガシャガシャしてる場所ではありますが、さすがにね、100番もやっとこうと思うと、なかなかいろいろとね、できることとできないことが増えてきて、そうそうビューティービューティーカットばっかも使えないかなっていうこともないこともないんですけども、まあこれはこれでね、それのビューティーカットであるとは思うんで、ちょっとこの辺で一回前で騒いでですね